今回は千葉県市川市をお届けします。地元民しか知らない市川の声を集めてみました。右から読んでも左から読んでも市川市、上から読んでも市川市、下から読んでも市川市。市川市設立の際に市の名前で紛糾して豪雨に癒した当時の市川町長がこれを紙に書いて分かりやすいだろと言って決着を見たという逸話がある。明治維新後、河野台には明治初期に国の中枢機関、言ってみれば国会議事堂が設置されるはずだった。勝海舟が河野台を推していた。後の東大の設立の候補地になったこともある。河野台周辺は戦国時代の歴史好きにとっては河野台合戦で有名。綺麗な公園だろ。5000人死んでるんだぜ、ここ。戦前は軍の病院や砲兵部隊の演習場などもあり、よく探すと当時の建物の一部なども残っている。砲兵隊の前は陸軍共同団が置かれてた。県道市川松戸線は陸軍が作ったし、河野台病院の前身は陸軍病院。でもやっぱり地味。でも昔は政治家の妾さんが多かったと聞きます。それは東京の富豪や日本軍の将官クラスの人たちがこぞって別荘や邸宅を建てたとか。また戦後、お屋敷街を形成し国内屈指の高級住宅地に。永井荷風や北原白秋、井上久志などの文化人や著名人が居を構えたり、史跡も多くあることで昔は千葉の鎌倉と言われていたとか。千葉県内の住宅地の工事地価としては1位。なのでお屋敷が未だにたくさん残ってたりします。ちなみに現代の有名人ではグレイのメンバーが下積み時代に住んでたらしい。今は亡きダチョウ倶楽部の上島竜兵も今のオリンピックがナコスの頃に住んでいたらしい。 AKB48 のあっちゃんでおなじみの前田敦子は行徳出身。中谷さやかとは第7中学校の同級生。日テレの三浦アナとかグラドルの小倉優香とか、乃木坂の中西アルノも。秋元系のセンターを輩出する土壌があるのだろうか。市川市にある市川高校は私立高校。学ランのボタンが黒いためその外見からゴキブリとも称される。生徒をゴキブリゴキブリと授業中に連呼して謹慎になった物理の教師がいる。日本芸能界のドン2人、バーニング須宝、K-河村の母校。芸能人の OB では高橋秀樹とか鹿内隆とか、作家だと皆川由香とか。市川って何あるの?と都民に聞かれたら、アマゾンの配送センターと答えるしかない。隣はマクドナルドにパンを納入するフジパンの工場。楽天の物流センターもあるよ。皇太子殿下が雅子妃にプロポーズした宮内庁新浜鴨場とこれに隣接する野鳥の楽園もある。八ツ干潟の方がメジャーだけど。うますぎて申し訳ないっすの吉上市川店があった。浅草の本店はいつでも行列ができているが、市川店はいつ行ってもすぐ座れた。入居しているビルのオーナーが本宮博士。隣の古本屋が安いスパゲティ屋になったので客を奪われ、ショッピングセンター砂町砂もに移転しました。あとデイリー山崎の総本山がある。山崎製パン創業の地でもあるらしい。社員からは悪の城と呼ばれている。市内のコンビニにデイリー山崎が多いのはそのせいか。サイゼリヤの1号店もあった。建物の老朽化で取り壊すことになってしまったのは残念。回転寿司の銚子丸1号店も忘れないでね。銚子丸は美味しいね。でも下貝塚の市川店より大和田店の方がいいよ。なんといっても市川は梨の出荷額県内トップ。東京のすぐ隣にありながらこんなに農業が盛んなのも珍しいと思う。梨街道と呼ばれるほぼ一直線の道路があり、沿道には梨園がひしめき合っている。8月に入ると市内北部の至る所に梨の直売所ができる。贈答用の発送もしてもらえるが、売り物にならない
多少傷ありの梨が安く買える。はっきり言ってスーパーの梨なんか食べられなくなるほど美味しい。高級住宅街の隣が果樹園という摩訶不思議な街並みなのが市川クオリティ。大正時代に京成電車が開通した頃は線路の周りが梨畑だったとか。宅地化とともに梨園が北へ北へ移動したものらしい。船橋市とは勝南の中心地を争う関係。船橋市63万人、市川市51万人だが、市川市は東京の隣が自慢。特にヤンキーは反目し合ってる。しかし政令指定都市を目指す合併では市川船橋は外せない数軸らしい。船橋みたいな財政破綻都市と合併したら税金全部使われるぞ。ギャンブルあるのに財政難って言われる船橋市。市川は千葉競輪の主催団体千葉県競輪組合をさっさと解散しました。昔浦安市と合併要請があったが、昔からいる住民が拒否したらしい。その後 TDL ができてからものすごい税収があって潤っている浦安市を憎らしく思ってるとか。その後逆に浦安に合併要請しあっさり断られたという噂も。市民の初詣は成田山新勝寺か葛飾八幡宮のいずれか。成田山は平将門調伏のために建立された寺。いまだに将門びいきの地元の古老は成田山には絶対行かないとか。東西線で門前仲町の富岡八幡宮に行きます。深川不動は新勝寺の別院だから気をつけろ。市川バリアという名の特殊な気象エリアである。隣接地区が雷雨豪雨なのに、市川市内に入った途端この地域がシールドで遮られているかのごとく降雨がないか極端に少雨になる。江戸川、東京湾、下宇佐大地と川、海岸、丘陵に囲まれた地形が低地の市街地の気象に影響を与えてるのかも。その市街地の低地帯は昔縄文時代くらいまでは浅瀬だったと思われる。その後中山のあたりから西に向かって砂州が伸びていき、市川砂州と呼ばれる。千葉街道京成線は市川砂州の上を通っている。市川砂州の北側は入り江になり、ママの入り江と呼ばれた。今入り江の後をママ川が流れている。ママ山愚峰寺は飛鳥時代から奈良時代にかけて活動した日本の仏教僧行基かっこ発想宗が開き、空海かっこ真言宗が自業を改め、それから天台宗になり鎌倉期に日蓮宗になるという目まぐるしい名刹。これをママさんと読める日本人はそんなに多くないはず。加えて寺とは何の関係もないが、一説によると地名のママは崖を意味する古語らしい。この寺は市川市街の低地から見ると崖、下宇佐大地のすぐ上にある。奈良時代以前にママに住んでいたテコナは日本初の萌えキャラ。万葉の歌人がこぞって伝説の美少女に萌えた。しかしおじさんたちが激しく争奪戦を繰り広げた時にはすでに子持ちのママだった。ママ母と読むのはテコナの継母に由来していると思うのだが、なかなかそんなことまで言及しているところはない。実は総武線市川駅を降りても何もない。市役所は元八幡、繁華街も葛飾八幡宮も元八幡。市役所の近くに八幡の藪知らずという有名な心霊スポットがある。古く江戸時代から禁足地とされており、足を踏み入れると二度と出てこられなくなるという神隠しの伝承とともに有名である。現在も立ち入ることはタブーである。元八幡では北京のような自転車ラッシュが有名。北京通りと呼ばれる道がある。朝は自転車占有率 90%。 八幡の船中は社長が近くに住んでいるので他の店より美味しいという噂があった。元八幡の駅前には注意、3階が寿司屋のため魚が落ちてくることがありますと書いてある看板がある。一応言っておくけど親父狩り発祥の地も元八幡だからね。昔々元八幡あたりにクリーニング屋を営むジャガーさんというロッカーがいた。
ジャガーさんは千葉テレビに自分で番組枠を買ってハロージャガーという番組をやってました。一時期千葉テレでの評判がやばすぎてテレビ神奈川やテレタマでも流してたらしいけど、これは某まとめサイトの情報だが、千葉県民は最近の子供がすぐ切れたりいじめ問題が悪質化しているのは今の子供たちはジャガーさんの曲を聴いていないからと信じているとか、騎士団の綾小路翔は弟子入りしようとして断られたとか、東京都外で東京メトロと都営地下鉄の両方がある唯一の市、千葉県内唯一の地下鉄の駅が都営新宿線終点の元八幡駅、やたらと地下深く地上に出てくるのに一苦労する、都営元八幡駅は終点だが中間駅のような構造、実はさらに延伸し北総線と並行して走る千葉県営鉄道北千葉線という幻の計画があった、多摩地域民にとっては京王線、新宿線、八幡乗り換え、京成線で成田空港に安価に行けるルートとして有名、願わくば八幡駅の乗り換えがもう少々便利になるとありがたいです。東西線は地下に潜っていないのでいまいち地下鉄という実感が湧かない、というか全国の公営地下鉄では唯一他の県に越境している。行徳民は一生行徳から出ない、どこ住んでるのと聞かれると市川でなく行徳と答える。市川市民納涼花火大会を江戸川区の花火大会と言われるとちょっと悔しい、まあ共済だし、江戸川沿岸の花火大会で一番大きいのも共済だからだし、観客数は隅田川の花火大会よりも多く100万人超で日本一、ある意味千葉市よりも都会だと言われる。そもそも人口密度が千葉市の2倍以上あるし、駅周辺にはこれでもかと言わんばかりに美容室がひしめき合っている。その事業主は美容師見習いを募る際、流行の中心である東京に近いことを餌に茨城県他からの若年出稼ぎ労働者で賄っている。新人しか取らないという美容室も存在する。南口アーケード、駅前の太平洋証券、湯浅に土屋家具、松坂屋の屋上のゲームコーナー、よく行ってたなあ。あとパティオの前身のゲップのデパート丸よ、夏休みになるとよく7階でイベントやってました。お化け屋敷とか夏祭り的な。旗ビルも映画館4つあって、子供の頃は東映漫画祭りを毎年見に行ったなあ。今考えると市川駅周辺って綺麗になったけど寂れたよなあ。